リに向かう道すがら香港に立ち寄った一行。乗り換え待ちの10時間をタイムリミットに香港観光に向かいます。この番組は視聴者様のコメントとマイリストで支えられています。いやすごいな、路面電車と2階建てバスが渋滞してるよやっぱところどころビルぶっ壊れてるね。絶対これ台風のせいだよ。台風22号は9月16日に香港に上陸し、大きな被害をもたらしました。その1週間後に香港渡航となった我々にとっても他人事ではなく、あちこちで倒木やビルの破損などに遭遇しました。無事に旅カテオフに参加できたのは、台風の合間をうまく縫って出発できた運の良さと、香港の方々の復興の努力のおかげと言えましょう。しかし、この時我々は知る由もなかったのです。まさか、台風がさらに我々に牙を剥くことになろうとは。これか。これだ。これがなんか世界一長いエスカレーターで全長800メートル、なんかの映画で有名になって一躍観光地になったらしい。香港はあれなんだね、右なんだね。あー、いいね。いやつか金あるな香港。車が高級車だわ。長そうにも見えないけど。短いぞ。全然短いじゃないか。全長800メートル。写真的にこれなんだけど、別に短いエレベーターが何個か連なってるだけなのかな。なんかこれはズルされてる感が否めないんだよな。そういうことじゃないんだよっていう。なんかこの辺に確か有名な壁があるんだよね。ほう。4ページこれ65B-2 B-2 だから、まさしくねえ、のグラハムストリートってとこだから、グラハムストリートこれだね。今多分この辺に今双方あたりじゃないか。こう歩いてきて、いや逆だから、どっちだから多分駅側だから、こう来て今この辺にいると思う。
流星。あ、あれだあれだ。なんか雑多に見ると大したことねえ落書きだな。全然気づかないでね。タクシー止まってるってことはやっぱりこれ目当てで来てるってことだ。いやだってこれの写真撮ってる人めっちゃいるもん。なるほど。これをあれだね、インスタ映えするように綺麗に見せる。じゃこの前で撮るか。撮るかね。立ちなよ。なんだかあれだな、大騒ぎするほどのものではないな、はい、めちゃめちゃいるよ。焼き鳥、刺身、ちゃんと和食してる、揚げ物、いやしてはいないね。この辺とかわけわかんないもん。ゴールデンスナック、うな丼か、これうなぎ丼、とろ丼、角切り、魚生丼とカキフライ。あ、でもちゃんとしている、ちゃんとしてるね。うん、ちゃんとしてるポークもある。うん、別にこういうものを食いたいわけじゃないよ。すごいコントラストだよね。なかなかないよね、あの高層ビルの麓で露店がこんなに。まあなんか別にあれだよ。ピザ、今何時？3時11分。食うなら食っときたいな。そうだね、とりあえず入ってみるか。そこ入れる？あの人見たら怒るようなメニューがあるな。これサヌキうどん。ちょっと気になるけど、初回に食うもんじゃないな。いね、サヌキうどんのナポリタンっぽいのさ。そうそう、どう見てもサヌキうどんの料理の仕方ではないよ。ミックスうどん、シーフードイン、トマトソース。ミックスうどん、チキンウィングスイン、スイスソースって何だ。すげえな、パンフライフィッシュ、クードケーキ&ポークソフトボーンウィズサヌキうどんイントマトスープ。待て待て、ちょっとサヌキうどん、まず冷静に。スーパーネーム、この辺が多分ランチメニュー、アフタヌーンティーだから、そうなんだ。カフェメニュー。これがチャイニーズか、中華。セッ
ットミールだから。ああ、まあこれ。うん。にしちゃってね。どうやって頼むの？やっぱ青菜食いたくなるんだよね。まあそう、わかる。だから頼んだ。いただきます。はい、うん、優しいお味です。すげえ魚の香りが強い。まあまあまあ、あの薄味で、これあれだね、さつま揚げみたいな。ああ、そうだそうだね、すり身だね。うん、感じだね。うん、あっさりしてるって、うん、健康的ですね。全然思考がまだ働いてないからさ。優しいお味ですね。これくらいで締めておけば、うん、まあ追加も入る。そうだね。で、讃岐うどんのトマトソースをいくかどうか。そこを迷うね。ちょっとネタに走るか、現実路線を取るか。まあ、香港来たんだから香港グルメ食って帰りたいよね。そうだよね。1日しかないから、3日あったら行くね。うん、これ美味しい。いやー、しかし発展しすぎだろ香港。すげえな。蒸し豚？カツレツじゃないの？カツレツか。メニューはちゃんとしてる。それはだってカツやろ。でも高いね。確かに。いや、そんなことはないか。 1.5 倍と考えて700円だから、まあ日本のカツ屋より何十円か高いなぐらいの感じだね。香港といえば海と香港島のビルをバックにポーズを決めるブルースリー像がお決まりのスポットです。しかし、私たちが旅行をした2018年9月時点では、このブルースリー像が本来の場所になく、チムサーチョイという町の公園に一時的に移転をしていました。そのため、なかなか像を見つけられずぐだってしまったので、私がご紹介をさせていただきました。がんだ。あの人やってる人だな。あんな足上がんねえよ、普通の人。ん？你踢多幾腳？快啦！快啲撳啦！睇住。ベルフェンシーブルースリーブルースリー違う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 150、1個20高い高い。OK だ OK だ、20だな、もう120だ。1枚30ドルとか書いてあるんだけど、結局なんだかんだ言ってこう、これは特別なやつなのとか値段を上げてくるんだよ。そういくらなんでも掘りすぎでしょみたいな価格を提示してくるから。次回、高いよドラゴン。
また見てね。